くら一生懸命片付けても今日の内容をね怠っていたら貧乏神がねやってくる可能性があるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。今日はですね、今すぐ確認、貧乏神が寄ってくる、金運だだ下がりな家の中のものって話をねしたいというふうに思います。実はね、これいくら掃除しても運気が上がらないって感じてる人も結構いると思うんですけども、そういった場合って大体ですね、貧乏神が寄ってくるようなものが家の中にあることが結構あるんですよね。そこでですね、今回の話を聞いていただいたら、この貧乏神を寄せ付けないためにすぐに対処しておきたい家の中のものって話をしたいと思いますので、最後までご覧ください。そして、動画の一番最後なんですけども、質問にお答えするコーナーというのを新設しましたので、最後まで楽しくご覧いただけると嬉しく思います。そして私は普段矢野慶三公式 LINE というのをやっていてですね、ここでは5つの動画をプレゼントしています。概要欄のね一番上に詳細がありますので、そこから友達申請をしてみてください。よろしくお願いします。ではですね、まずその1、どういったものがねダメなのか。まずその1はですね、あなたの意識が及んでいないものっていうところから話をしたいと思います。例えばね、例えば家、家っていうとね、なんか物っていうかもうそのものなんですけども、家っていうのは人がね使わなかったり意識が及んでいなかったらすぐボロボロになるっていう話を聞いたことないでしょうかね。人が住んでいない家はすぐにねもう廃屋のようになって廃墟のようになると。そんな感じのイメージを持っていただくのと同じように思っていただいたらいいんですけども、このね意識が及んでいないものっていうのは、そういった意味でもある意味エネルギーがすごくダウンしていってるんだというふうにして、捉えてもらいたいんですよね。なので、そういったものがあなたの家の中にたくさんあるとしたら、そのエネルギーをだだ下げするものが家の中にたくさんあると全体的にガーンと下がっていくということなんですよね。でそこでですね、おすすめしたいのが、家の中のものに一通りね、あなたが目を全部通してですね、不要なものは感謝して手放すっていうような形で、一回ね、一つ一つのものに意識を及ばすということをね、やってもらいたいと思います。そうするだけでもですね、物に対してのエネルギーが上がりやすかったりとかするので、ぜひね、まずそこからスタートするということをやってみましょう。はい、そして、その次、その2はですね、出ました。冷蔵庫の中の、謎の物体 X ですよ。この X がですね、結構悪さをするんですよね。この冷蔵庫の中にですね、得体の知れないものが残っていませんかということなんですけども、たまにね、そういうものってあるんじゃないかなって。特に、学生時代の、男性の冷蔵庫の中とかね、だいたいシングルで一人暮らしでいる、男性の冷蔵庫の中とか、男性ばっかり知ってますけど、そういう感じでですね、なんか見たことがないっていうか、これ一体何だったっけっていうふうな、謎の物体 X みたいなものがあったらね、それすぐ処分してほしいんですよね。っていうのもですね、冷蔵庫の中に、こういうものが一緒に、入ってるとですね、食事としていただく材料などもですね、その影響を受けちゃうっていうふうにして思ってほしいんですよ。なのでこの謎の物体 X がですね、他の食材のエネルギーを下げてしまうと思って、すぐに、冷蔵庫を開いて処分してください。これね、一時停止してすぐに冷蔵庫を見に行って出してもらう方がいいかもわからないですね。なのでぜひね、これぐらいのタイミングですぐにやるということを意識してみましょう。よろしいでしょうかね。はい、ではですね、その次その3です。その3はですね、壊れて放置しているものなんですけどね、これは当たり前のように思ってるかも分かりませんが、なかなかね自分の家の中のものを気づかないことがあるんですよね。例えば、つかなくなった照明とかね、すぐ取り替えてほしいんですけども、そういったものとか、あとはテレビとか電子レンジとか、時計とかいろんなね、壊れた家電みたいな、故障した家電みたいなのを、使わないままそのままいつか修理するだろうと思って置いてるようなもの、これも良くなかったりとか、あとはですね、もう履くことが、なくなった使い古した靴、何たく記念で取ってるみたいな形で置いてる人も、これもですね、意識が及ばなくて、そして二度と使われることがないので、やはりね、そういったものも、この部類に、入るというふうにして思っていただいた方がいいと思うんですよね。なので、こういう、壊れて放置されているもの、これはね、さっきも言いましたけども、なんか廃墟と同じようなエネルギーだと、そういったものが家の中にあると家がね廃墟のようなエネルギーで満たされてしまうんですよね。なので、本当に気をつけてほしいなと思うのと、あとはね、一つ、参考がてらお伝えすると、壊れたものを、置いている場所がですね、どういった場所に置いているかで、あなたのいろんな運気をね、に影響を及ぼすということも知っておいてほしいんですね。例えば壊れたものが北の方位の部屋に置いていたらですね、北の方位っていうのは健康運とか家族運を司っているので、健康運とか家族運がだだ下がったりするという現象が起こったりするんですよね。なのでそれぐらい壊れたものをそのまま放置しておくっていうことは、
あなたの住んでるみんなのですね、運を本当に影響を及ぼしてだだ下げしている可能性があるんだっていうことに気づいてほしいというふうに思います。なのでね、今すぐ感謝して手放すか、修理をして使える状態にするっていうことをね、やってみてください。よろしくお願いします。はい、ではですね、その4です。その4はですね、匂いのする下駄箱なんですね。この漢字の匂いは臭いっていう方の匂いなので、この、ね、臭い匂いのする下駄箱っていうのはちょっとすぐにやめなきゃいけないっていうぐらいなんだと思うんですけどもね。というのもね、玄関で重要な地位を占めてるんですよね、この下駄箱。この下駄箱がどういう状態かで、玄関から入ってくる空気とかね、気とかエネルギーっていうものが大きく左右されるというふうに思ってください。なのでこの匂いがする下駄箱は絶対に避けたいものの、ことの一つだというふうにして思ってほしいんです。なのでここでやってほしいのはですね、まず下駄箱の中身を一度全部外に出すっていうふうにしてほしいんですよね。そして下駄箱の中に必要なものとそうでないものに分けるということをやります。そしてその状態になって、下駄箱がね、まず空になった状態に、してですね、その後にですね、やってほしいのがホワイトセージとかもぐさでですね、その下駄箱の中の、空気というか匂いを一回ね、浄化してほしいんですよね。清めるという形で、もぐさとかホワイトセージを炊く、そして、下駄箱の中が一回そういうもともとのそういう匂いが、それによって取れていくというふうな形を取ってからですね、そしてやっていただきたいのが、今度下駄箱に必要なものを戻していくということになるんですよね。その時にはですね、ちょっとここには書いてないですけど、防臭防カビシートみたいなものをちゃんと敷いてですね、そして必要なものだけ戻していくと。そして下駄箱に必要がないものは、他の場所に収納するかですね、不要なものは感謝して手放すということをやってみてください。はい、そして、ね、最後に行きますけども、その後です。その後はですね、汚れているトイレと水回り、もうこれも当然の話なんですけど、なんでこれがそんなにダメなのかって話も合わせてしときたいんですよね。というのも、この汚れっぱなしのトイレとか水回りっていうのは、あなた自身がですね、頻繁に目にする場所になると思うんですよね。トイレが汚れている、キッチンの流し台が汚れている、洗面台が汚れている、鏡がドロドロだとか、例えばね、それ頻繁に目に入る場所がだいたい水回りだったりすると思うんですけども、その汚れている水回りを見るとですね、そういう汚れた場所で過ごす、自分像っていうのが刷り込まれてきてですね、気がついたらあなた自身のセルフイメージがだだ下がりになってくるっていう現象が起こるんですよ。なのであなたがですね、そういう汚れた場所で住むのが普通だってもし思っていたとしたら、それ結構まずいというふうに思ってほしいんですよね。人として、清潔な場所ですごく綺麗な場所で過ごすことが普通であるっていうか健全であるっていうところを一個のベースで持っていただくことがとっても大切なんですけども、そのところから見たときに、あなたがこれぐらい少々汚れていても、これが自分にふさわしいというふうにしてもし思っていたとしたら、それはあなたはセルフイメージが下がってきているというシグナルだと思ってみてください。なのでね、本当にここね、非常に意識してやっていただきたいなと思います。そしてね、やっぱり汚れてるっていうのは衛生面から見ても問題が大きいっていうことはあると思うんですよね。なのでここでですね、このトイレとかお風呂とかキッチンの水回り、1日10分掃除でですね、優先的にコツコツときれいにするということをね、ぜひ、この動画を見終わった後にですね、やっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで最後にまとめをしましょう。どういったものがね NG なのかって話なんですけども、まずね、意識の及んでいないもの、全てに目を通して、不要なものは感謝して手放すってことをしましょうねって話をしました。2つ目はね、冷蔵庫の中の謎の物体 X ですよ。このね、 X はもう X ですからダメですからね、気をつけてくださいね。そして3つ目はね、壊れて放置しているものということで、意外とね、また使うだろうとか、そんな感じで置いてしまってるんですけども、感謝して手放すか、修理をして使えるようにするかにしてみましょう。そして、匂いのする下駄箱、これ本当にね、すぐに、直してほしいなと思うので、さっき言った手順でね、しっかりいい香りに変えていくようにしてみましょう。そして最後ね、汚れている水回り、これはあなたのセルフイメージをガクンと下げる、作用というか影響があるということを知って、そしてそれを踏まえてね、きれいにするということをぜひ意識してやってみてください。はい、ということでね、今日の話、実践できそうなところからね、実践して実感するということをね、ぜひやってみてください。
そしてね、そうそう終わりですけども、コメント欄からね、今日の感想をどしどしお寄せください。毎回楽しみにね、見ていまして、ハートマークをね、押させてもらってます。あとね、リクエストがある方も、コメント欄からいただいたら、またね、動画で取りまとめることもやっています。あと、ご質問がある方もね、コメント欄からどしどしお寄せください。最近ね、一つの動画につき、一個質問に答えるという最後のコーナーもね、やってるので、よかったらね、それで取り上げる可能性もありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、ね、そろそろ終わりになりますけども、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と高評価のグッドボタンをね、忘れずに押しておいてください。よろしくお願いします。はじめにね、お伝えしたんですけども、公式 LINE ではね、動画のプレゼントをいろいろさせていただいてるんですけども、ブログの方ではですね、このチャンネルでは語りきれないこぼれ話をね、コツコツと書いていたりとか、あとはね、Twitter ではね、日々の気づきをお送りしたりとか、メルマガではですね、家づくりに特化した情報をお伝えしています。概要欄の下の方にね、詳細がありますので、よかったら覗いてみてください。はい、そしてね、最後に一つお知らせがあります。私は普段、幸せなライフスタイル研究所というね、オンラインサロンを Facebook のグループを使った有料のね、クローズの環境でやっております。クローズではならこそお伝えできる情報をね、お伝えしたりとか、あとはね、サロンメンバー個別の毎月の運気の活用法をね、お伝えして、それを実践していってもらって、どんどん実感していただいたりとかですね、あとは、月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。興味がある方はね、概要欄の2段目あたりに詳細がありますので、それを覗いてみてください。はい、ではですね、最後にお待ちかねのご質問にお答えするコーナーです。ということでね、お答えしようと思うんですけども、今日は、マキさんかな。マキさんはですね、引き出しの中がごちゃごちゃしやすいんですけど、そんな状態もやはり影響するんでしょうかっていうふうな、ご質問だったんですよね。で、今回のね、動画とすごく内容がね、マッチしてるんですけども、引き出しの中のものがですね、意識が及んでいないものとか、使わないのに置いているものとかがあったら、やはりね、それらをきれいに整理するっていうことをする。そして、できる限りそういった中のところもですね、きっちり整理すればするほど全体の気が整うんだっていうことがあります。なので、やはりね、家の中は、隅々まで、1日10分掃除でいいので、コツコツとそういった状態を作るということを、ね、ぜひ意識してみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。